こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、1年半ぐらい前でしょうかね、ちょっとね、願望を実現するためにね、すごくね、簡単な方法っていうことで紹介しました。未来の自分とね、交換日記をするっていうようなね、そんな話をしたことがあるんですけど、まあそのね、話をした後自分がやったかって言ったらね、全くね、やってないんですが、まあそのね、未来のね、自分と交換日記をするっていうね、ことで願望を実現する、まずその方法をね、まあ説明しますと、まあ交換日記、交換日記って言うとね、なんかね、女の子とね、小学校の頃ね、一度だけ自分もやったことあって、なんかね、ワクワクするような、照れくさいようなそんなねものだのね、まあ印象っていうのがすごく多いんですけど、まあそのねワクワクっていうものがねすごく重要でして、やり方としてはまずね1日目っていうのは、自分のね今の自分が将来の夢とかね、そういったものをね書いたりとかする。そしてそのね夢に対して将来ね、その夢が叶った自分にねなりきって、そのねことに対してまたね日記を書いて、アドバイスしたりとかね、行動してくれてありがとう、それで行動したことによって自分がねこう なれたんだよとかっていうと、そのね3日目それを読んだね自分っていうのは、そうだ、これで間違いなかったんだってね、もしね、くじけそうになった時もね、未来の自分はね成功していて、行動 してくれてありがとうって、応援してくれてるから、だからね頑張ろうっていう気にもね慣れたりとか、それをね、毎日じゃなくてもいいって繰り返していくっていうことで、願望、自分がね目指しているところに、近づいていく、それでねなりきった自分がね、毎日じゃなくてもいいんで、そのね今の自分にこう返していく、それでね、これはねすごくね、感謝っていうものがねすごくね大事にねなっていくんですけど、今の自分もね、成功した自分にね、教えてくれてありがとうとかね、そんなことをね感謝していくっていう、それで、そのなりき自分に願いが叶って自分になりきるっていう、そうするとね潜在意識がねどんどん書き換わっていくっていうようなね、そんな方法ですので、自分ね本当はね説明してねやんなきゃなあなんて思ってても、書くのがね苦手でなかなかねでやってこれなかったんですけど、これね自分がねやってそれでこうなってるっていうようなね、そんなね結果報告とかできてたら本当は良かったなーなんて思うんですけど、よくよく考えると未来のね、交換日記ではなくても、過去のね自分に今のね自分がね、助言とかねそういったのっていうのはねすごくできると思います。例えばなんですけど、自分はねついてるっていう言葉初めて知った時はね、なんかよくわけわかんなくても成功者の方がね、ついてるってね必ず文章が最後にね3回つけて、それがねすごく気に入ってしまって、ただ本当に真似してついてるっていうね言葉をね、Facebook だったり何かな、ほとんど Facebook にね書くようになってっていうようなね感じになって、そうしましたらね、またそのね成功者の方が今度ね斉藤ひとりさんのね話を、動画をねリンクを貼ってくれて、それでついてるって天国言葉だったんだって言って、それで毎日言うとどんどんねついてることが起きるようになるんだっていうことをね知って、最初はね本当に半信半疑でねやっていたんですけど、そのね半信半疑だった自分にね今だったら、いいんだよそのまんまね、そのついてるっていう言葉をね続けていけば、本当にねついてる幸せなね人生になるんだよっていうことはね自信持ってね言えるっていうことがね分かりまして、やっぱりね今ね、こうなってるから言えることであってもあるんですけど、それはねもし未来のね成功した自分もうそれにねなりきっているのなら、そのね過去の自分って未来の自分から見て今の自分にね、それでねいいんだよそれをやろうよってね、助言できると思うんですよね。なのでね、交換日記
で、まあ、文字にしてね起こすっていうのはすごくね、まあ、脳とかねそういった、まあ、視覚からもね入ってくるし頭でもすごくねそれを考えるんでどん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 潜在意識にね入り込んでいくから書くことすごくね大事かもしれないですけどもしね書くことがねあの難しい自分みたいに、ね、難しいっていうことでも、まあ、自分のね過去の自分から今の自分見ると本当にすごくねもう何十倍ってぐらいね多分ね性格的にも成長もねしてますのでまあそのね半信半疑だったことがねだったことでもね、まあ、本当にねやってよかったっていう思える自分がね今います。なのでねもっともっとステップアップっていうかねこの後人生をね、まあ、成功していきたいっていうのであれば未来のね本当に自分まあ自分がねもう目指している自分にねなりきって今の自分にね助言をしてあげるっていうのことを していくことで本当にねそこにねどん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 近づいていくなっていうすごくね感じておりますので今の自分がねちょっとねもしね不安だったりそんなことをしたら、まあ、成功した自分にねなりきって今の自分をね客観的に見て上からねこう 見下ろしてみてあ今ねもしねダイエットで何キロになりたいってまあ自分の場合ね70キロ台になるって言ったら70キロ台になるね自分からがね将来のね自分が見て今ねコンビニ寄ろうとしてたらコンビニねそういうことやってるからそのね体型にどん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 遠のいてしまうんで、まあ、70キロ台になるんだったら今はね我慢だよとかそんなねことをね、まあ、多分ね言ってくれると思うんですよね成功している自分だったら。なのでねそれをねそう思うとああコンビニ寄るのやめようなんてねそんな気持ちにもねすごくねなれるっていうことで、まあ、それをね本当はね交換日記帳で、まあ書いてねそれでまあ、反省したりとかいろいろねしてだけど成功しているのはでもいいんだよ次の日頑張れば大丈夫だよとかねそういった風にね、まあ、客観的に 見ることもねできますし、まあ、本当に将来ね自分がね なりたい、ね、自分になりきるっていうことがね本当にねすごくね大事でそれで今自分がね本当に不安だった時、まあ成功した自分が何かね助言するっていうようなねそんなね繰り返しでね本当に、まあ、成功していく成功のね自分が目指しているものにね近づいていくんじゃないかななんて本当にねそういうふうに思いました。自分もね過去本当にねダメダメなね人間だったんですけど今はね本当に毎日 YouTube やったりとか本当に仕事もね大好きになったりとかそんなことっていうのはねまあ本当にねすごい不安だった仕事変わるのもね不安だしついてるって言って本当になんか変わるのかなとかねそんな半信半疑でねやっていたけどそれがね現実に今ね幸せな気持ちっていうものがすごくねありますのでやっぱりねまあ今のね自分から過去を見ると間違いなかったっていうふうにね思いますし未来のね自分、まあ、成功した自分がね今の自分にねまあ頑張れってね応援してあげるっていうこともねすごくね効果的なんじゃないかななんてそんなことも思ってまあ未来のね自分と交換日記をするとまあ成功にね近づくっていうようなねそんな話をねまあちょっとね今日は伝えたかったです。はい、ではね今日の話が良かったなって方はねグッドボタンまたはチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。